なぜかというと、まず1個、タイトルにもらっております。2年ぶりにね、撮影会に行きます。はい、イエーイみたいな、2年ぶりに撮影会行くことにしました。はい、フルクラ撮影会ですね。フルクラ撮影会、はい、フルクラ撮影会の最後だったのかな、多分。小梅さんが最後かも。なるさんじゃなかったけど、これ小梅さんが最後かな。それとも、その後送ったかな。ちょっと記憶にない。はい。プルクラです。はい。プルクラってちょっとね、変わってるんですよね。サイトから飛ぶような申し込みみたいな、そういうんじゃなくて、アメブロからね、アメバね、アメーバブログの方から、飛んでっていう形なんで、結構ね、最初わかんなかった。めんどくさかったね。ぶっちゃけ。めんどくさかったんですけど、メールを送るような形にしてあるんで、なんじゃないです。プルクラさんは意外とね、結構有名でいい感じのモデルさんを、扱ってるっていうか、考えておりますね。で、結構ね、ゴージャスなホテルとか、シティホテルとかね、結構有名ホテルとか、なんでしょう。有名なホテルとか、大きなね、ハウススタジオ、結構有名なハウススタジオを使って撮影会をしておりますね。はい、そして、ちょっとね、目に留まったのが、まあ、前からね、お互い相互フォローしてる方だったんですけど、ああ、すごいスタイル良くて、キリッとした感じの美人さんでね、結構髪の色とかメイクとか服装で多分いろいろ変わった楽しい撮影ができる方なのかなって、思っていたんですけど、まあとりあえずはしばらくね、撮影会に行くつもりなかったんで、まあ、写真は見てました。見てましたね。写真は見てましたけど、いいなと思いながら見てましたけど、やはりね、こっち YouTube を撮りながらってことで、動画 OK の方じゃないと、なんか、やっぱり、無理かなと思って、フリーの方にこうお声掛けして、写真撮影と、動画撮らせてくださいっていうお願いをいつもしてたんですけど、今回はちょっと事情がありまして、まあ、こっち話しますけど、こっち話すんですけど、写真だけでもいいかなと思って選んだのが、やっぱり、はい、ですね。知ってるか知らないか、ちょっとあるんですけど、結構ね、多分有名だと思いますよ。フォロワーも結構いた。インスタは見つかんないんだな。インスタは見つかんないんで、インスタはちょっと見てみようと思います。ここにね、あったら、やってからも見てみようと思うんですけど、インスタやってればね、すごい多分、1万人とかいっちゃう感じの方だと思うんですよ。はい。ちょっと露出も多めな方なんで、選びました。で、なんかクリスマス企画みたいなのがあって、なんか結構ね、お客さんというかこっちのカメラマンさんを喜ばせるような企画を考えてくれる人なんですね。なんで、すごく期待かなって思った。
たんで、まあ、あの、ね、予約しましたけど、まあ、あとね、あの、もう一個、ごめんなさい、あの、ポイントがあって、まあ、必ずいいねをして、自分がアップされてる写真のツイートに対して、必ずいいねとリツイートをしてる感じがあるんで、すごく、別にね、こっちで強制はするような人間ではないんですけど、私はね。ただ、そこは見るポイントというか、お願いするポイントではあります。うん、一つの要素にはなります。もちろん雰囲気作りとか、雰囲気とか、作品の中でどんな感じのパフォーマンスをしてくれるのかなっていうのも重要ですけど、まあ、その中のチョイスというか選ぶ選考基準の中に、あの SNS を大切にしてるというか、SNS をしっかりフォローしてくれている方がやっぱり選考基準の中には入りますね。はい、やはりね、僕も音がしない、なんていうか反応がない方って、まあ、忙しいんでしょうけど、本業もあったりなんだりで忙しいんでしょうけどね、うん、やっぱりね、そういうのを大切にしてくれる人ってやっぱりコミュニケーションだと思うんで、その撮影会とかやっぱりということで、まあ、もちろんフリーの方にお話し、僕が撮影する時もそういうの見てますよ、もちろん。で、その中で自分はもちろんありました。はい、非常に良かった。反応的にはいいのかなって思ったら、やっぱりね、あのこちらから予約しましたっていう家も入れたんですよ。そしたら以前から入ってきて楽しみにしておりますという返答も返ってきて、もちろんね、梅田桃子さんの写真特に好きで知りたいな。そういう言葉が添えられている時点で、やっぱりすごくいい方かなって、なんだ、技というかね、よいしょトークなんかもしれないけど、でもそういうのが、すっと出るってことは、やっぱ見てるってことなんで、そういう言葉が出るって、すごく見てるってことだから、大事なことなんで、一回言いましたけど、すごく、こちらからすればね、すごい嬉しい。です。はい。で、まあ、桃子さんの時もそうでしたけど、桃子さんの時も誰々さんの写真見てすごく感動しました。まあ、そういう話をしてくれたんで、撮ってる時もね、そんな話で盛り上がって、うん、いました。はい。大さんか。で、盛り上がったんです。うん。まあ、そんな感じなんで、すごく非常に、楽しみであります。写真撮影させていただきます。チーズ1本ですもんね。写真1本で攻めるというかパターンで、非常に、アイリさんも、アイラさんも、ごめんなさい、間違っちゃった。アイラさんも、片桐アイラさん。アイラさんも、企画を考えて、こちらが楽しめるような、加工してくれているのですごい楽しみです。はい、白のね、なんかシルクのシーツを、まあ、まとって取るというルールに取りました。はい、取りましたって、まあ、その、オプションになってるんですけど、うん、ね、オプションになってるんですけど、上はつけないと。上付けないってことで、まあ、隠すことだと思うんですね。はい、非常に期待はしておりますけど、実は私ね、上付けてるのも好きなんです、その話もしたんですよ。実は上を付けているパターンで撮りたいんですって言ったら、あ、もちろん大丈夫ですよっていう簡単な、ほろよい答えが返ってきた、うん、非常にね、内容はいいのかな、非常にいい人だと思います。
思いました。はい。パッと見ね、やっぱね、怖そうな感じなんですけど、ピリッとしてるんで、でもなんか、多分いい人なんだなっていうのが、俺はなんとなくわかる。うん、顔を見ればわかる。っていうのも、まあ、ありの、予約しました。はい。でね、この話を、DM で、まあ、YouTube、これ、アーカイブで流して、YouTube で、声を先に聞かれちゃうんです。まあ、YouTube 見てると思うんだよ。わかんないですけど。YouTube であれば、再生して、これ、問題でもし、私の姿を見てるんで、ね、はい。ありがとうございます。はい。で、非常に、白のシーで、まあ、似合うような感じの、ご一緒に入っていただいて、だと、ね、これ言うと、詳しく見えますけどね。で、スタジオも初めて行く場所なんですけど、前に一回、検討してたところなんですよ。もう何年も前だけど、誰か忘れてたけど、誰かがそこのスタジオです。出演するということで、ちょっと、検討していたところだったと思います。非常にね、アメリカン、なんていうの、ポップな感じの、アメリカの家みたいな感じの、ちょっとポップな感じの作りになっていますので、ドラマチックに撮るというより、なんかその、まずワンブランスを撮った方がいいのかなと思って俺白にしたんですね。赤だとね、なんかわかんない。赤と白があって、ワインレッドと白があって、ワインレッドだともうちょっと女っぽい雰囲気の撮り方をしないとダメかなと思ったから、あの場所だとちょっときついかなと思います。で、プロクラは意外とね、場所取り合戦がきついんで、前にね、それで失敗しましたんで。まあ別にいいんですけど、俺、さっきお風呂がある。もう結構お風呂ってみんな行かないんだよ。うん。ベッドとかもめっちゃ取られちゃう。うん。まあ、あとは交渉次第というか、普通に使いたいんでお願いします。言っちゃう。今回はね。初めて行った時ってやっぱりそんな、そう、ガンガン行けないんで、だから一部屋占領する人とかいたんで、めっちゃ一部屋占領してるやつ。そういう人もいたんで、それはやっぱり交渉して、何分ぐらいで開けて、まあ、お互いにね、占有して、ちょっとまずいと思うんで、共有しながら、お話しながらね。あれもね、なんか難しいんだよね、こう言ってんかな、これ。モデルさんのパワーバランスもあるから、ちょっと前撮ったと、新人っぽかったんで、新人だったの、新人の頃だったから、新人の頃だから、なんか強く出ないのかなって、俺は思いました。結構人気のすごいベテランさんだったんですね、その選手してると。ああ、って思ったんですけど、すげえ有名な人だなって思ったから、まあ、もう言わなかったんだけど、まあ、言えないんじゃないかなって思えるかもね。思います。はい。なんで、その辺は俺がリードして、こうかなと思っております。我慢してね、自分はシチュエーションが取れないのかな。で、まあ、前々からのさ課題でさ、事前こうだけど、事前こうのように、ストロボを使っても、事前こうとストロボを合わせて使って、事前こうのように取るっていうのが、テーマ。今やってるところなんで、桃子さんのちょっとやってたんで、うん、みんなわかんないと思うんですけど、レタッチしちゃうと余計わかんない。まるで自然光のようにコンセプトで今撮ってますんで、こんな感じで撮ろうかなと思ったり、あと別にがっちり撮ってもポップな場所なんで、がっちりストロボをかけちゃってもいいかなっていうのも来たりしてる。あと、もう一点、
すげえ期待してるのは、まあこれ自分のことなんだけど、α6600 買って、α6600 どっちかっていうと、動画メインで撮ってるんで、Sigma のアートつけて、ほぼほぼ、ほぼほぼね、動画で撮って、動画を撮り終えたら、そのままスチールで撮っていくっていうパターンなんですよ。だから本格的にスチールで、がっちり撮ったって、今んとこないんで、バッテリー1本あるから、がっちり。まあ、1時間でなくなんねえな。50分なんだよね。50分っていうのもね、俺はあんまり好きじゃないんで、なんで1時間でも。ところが、撮影会ってことですね。撮影会ってことです。まあでも、ぶっちゃけた話、13,000円ですけど、なんか、ランチタイムサービス、なんか、そういうランチ、そういうなんか、サービスがあったんで、それで 15% 引きということで、11,000円ぐらいなんですけど、それでまあ、スタジオ代とか、その、ね、フリーで頼むと、自分でスタジオ代ね、15,000円ぐらい払わなきゃなんないから。3時間共有して、まあ、それ考えるとまあ撮影会ってお得なのかなって思うよね。まあ別に撮影会が全部ダメっていう気持ちは俺の世の中にはない。だから動画撮れないからないなと思って、経営してたっていうか頼んでなかったらね、撮りたいモデルさんいっぱいいますけど、やっぱりその撮影会の専属とかだと、やっぱりなかなか難しい。はい、もし、これ、いくかな、わかんないけど、これ、嫌われる格好って言うけど、撮影会来てからじゃないとフリーで撮らせてくれるって、やっぱり、結果的にさ、この間どことは言わないけど、なんかその人も人気があるんかなんだかわかんないけどさ、二度ともうフローも外しちゃったんだけど、なんだろう、その撮影会に来た人しかフリーはお受け付けして、リクエストをお受けしていませんみたいな話しててさ、出演する撮影会に申し込んだら、もう秒でなくなってんの。秒でなくなってんのか、だろう、それとも抽選なのか分かんないけど、全然書いてねえから抽選なんだろうけど、まあ、お得意に振り分けてんでしょ。なんかそういうのもなんか見えちゃうと、こっちとらさ、なんでやって思うんだよね。ですげえそこさ、ずっと分かっちゃうかもしれないけど、すげえいいモデル占有しててさ、ごめんなさい、文句かけてもしょうがないんだけど、なんかそうなのかな。結局上手いんだよね、モデルさんは。テクニックが上手いっすよ。言うとまずいけどバレちゃう、そういうところ、そういうところなんで、まあ、その結局ね、なんでも金かなって思うよ。お金がないとそういうやっぱりやり方できないんで、撮影会の方なんでないから、まあ、難しいよね。ということで、はい。あ、大本さんの話まで伺った。そう。実はね、梅田桃子店があります。明日から、日曜日までかな。で、土曜日の夕方あたりに行こうと思ってて、で、桃子さんの方に、お伺いしたときに、ちょっと YouTube で紹介したいんだみたいな話をちょっと話しかけたんですよね。で、主催の方に聞いてくれるって言って、ちょっと一昨日あたりに返事が来まして、快くね、取材許可が下りました。まあもちろん、なんだろう、ある一定のっていうか、まあ、もちろんですね、なんだ、マナーを守った撮影の仕方をします。
感じの約束をして、桃子さんの写真展の動画をインタビューとかね、レポートがね、鳥取に夕方行くことになりました。まあ、それもあって、まあ、言うてどっちがメインというものもないんだけど、それもありの東京行くんだからということで、やっぱりさ、説明会、お願いしたっていうのもありました。はい。まあ、本当であれば、フリーの誰かに思って、お声掛けしたんだけど、なかなか厳しくて、やっぱね、なかなかね、ギリギリだと、結構、人気のある方を頼んだりしてたんで、返事がなかなか返ってこなかったね。結構なりましたので、はい、農家さんの YouTube、レポートを、ね、ということで、映画配信でやっておりますんで、ぜひ、明日から、いらしてください。はい。まあ、そんな感じで、出会いが始まったということで、語りに入らと、ご紹介します。はい。そして、梅田桃子店、第1回ね、梅田桃子店、お伺いいたします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。